どんなもんじゃ TV をご覧の皆の者、おはこんハロちゃん。あなたの目玉をエレキゲット。何者なんじゃ。なんじゃもです。今日も世界の皆の者に向けて動画を配信していくぞ。いや、前回話したけどさ、僕もポケモンたちとピクニックしたくなってサンドイッチの材料買ってきちゃった。まあいつ行けるかは分かんないんだけどね。さてさて、今日は皆の者お待ちかね、なんじゃもの相棒は何者なんじゃゲームの答え合わせ。たくさんの予想コメントありがとうだぞ。世界中の皆の者が挑戦してくれたみたいで僕嬉しい。答えを今日まで引っ張ったおかげで動画の視聴者数もしびれ丼上りの超激バズ。おっとっとっと、さーて皆の者のコメントを確認確認。新米トレーナー氏、もしかしてピカチュウですか。ちょっと違うんだな。でも同じ電気タイプだよ。グレッグルマニア氏、グレッグルかな。あー確かになんとなく似てるかも。あー持ち物は磁石し、いやーいつもありがとう。なになに、おほバッチリ正解。ちょっと待っててね。ダメダメ、まだ正解は見せないよ。すぐに見せたらもったいないし。んじゃもう皆の者準備いい。目をコイルにして注目せよ。皆の者お待ちかねの正解発表。いってててて、もういきなり出てきちゃびっくりするよ。よいしょ。僕の超キュートで頼れる相棒ハラバニーです。どう予想合ってた。じゃ改めてヒントをおさらい。皆の者スクショタイムだぞ。脳内フォルダに焼き付けろ。触るとプニッとしてて目玉みたいに見える、ここは実はコブ。お顔はここだよ。かわいいでしょ。体を伸び縮みさせてお腹で発電するんだ。のんきなイメージがあるけど、さっきみたいに突然素早く動くこともあるよ。ってなわけで改めて正解は今なら分かってくれたよね。今回さ、なんじゃものこと教えてってコメントもたくさんあったんだ。皆の者ってば僕に興味津々ってことだね。あんさすが僕、バズりまくりの人気者。でもこれってまだまだ僕の人気もチャンネル登録者数も上がるってことなのでは。にしししし。んじゃ、初めましての人のためにババーンと自己紹介。僕はなんじゃもん。ネットに動画をアップして夢を振りまくインフルエンサー。そいでパルデア地方のハッカーシティで電気タイプのジムリーダーとしても活躍中。ハラバリーたちと一緒に挑戦者氏とバトルを繰り広げてるぞ。そこの君も僕のファンが楽しめるようなしびれるバトルをよろしく。ビリビリッと来ちゃった君はパルデア地方のハッカーシティまで僕に挑戦しにおいでませませ。いつでもコラボしてあげるから。てなわけであなたの目玉をエレキゲット、エレキトリカルストリーマー。何者なんじゃ